松田一家のドアはいつも開けっぱなし。246回目の巻。不思議な霧に巻かれて異次元に迷い込んだ僕たち、今綾菜氏の新たな物語が始まる。まるまるまる。この上ラジオは松田一家に集まるアーティストたちが週替わりでお送りするラジオです。まる。はい、お待たせしました。はい、今週も楽しくウェブラジオ進めていくわよ。はい、私は雪景子よ。木蓮です。神楽だよ。以上綾菜氏の3人でお届けするわ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。それじゃあコーナーに入る前に2人とも、はい、せーの、松田さん、お誕生日、おめでとうございました。わー、パチ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 。先月はね、はい、松田さんのお誕生月だったので、遅くなりましたが、お祝いをさせていただきまーす。おめでとう、めでてーなー。ほんとだねー。ねー、いつもウェブラジオをお届けするのにお邪魔させていただいたり、はい、何かとお世話になってるものね。そうなのよね。本当にありがとうございます。そう、前回はね、うん、ちょうどね、うん、ラジオの放送中にサプライズでお祝いをしたんだよね。そうなのよ。そうだったわね。びっくりしたな。今回は、あんたがびっくりしたの、うん、あ、そう、今回はね、ちょっと過ぎてしまったので、言葉だけでのお祝いになってしまったのだけれども、うん、うん、本当におめでとうございました。おめでとうございました。ねえねえ、おまんじゅうはないの？え、はなんでよ。え、 お祝いなんだから、うんうん、おせちとかおまんじゅうとか、うん、お赤飯とかはないの？うん、全部松田さんが苦手なちょっとものばっかりじゃない？本当だね。てか、あえてそれを選ぶっていう。だから、うん、言葉だけだって今言ったでしょ。じゃあ神楽の分だけでも用意しておいてよ。なんでよ。意味わかんないこと言ってたわよ。一緒、神楽には何々、誕生月でもないでしょ。あ、まあ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 、まあ、さ、まあ、とりあえずね、いつものコーナー行ってみましょうかね。はい、なんでまだ早いってばばーん。ということで、はい、解説しましょう。お願いします。神楽はいつも余計なことしか口走らないため、そんなことないよ。単語の書かれた札の中から1枚選んで、それしか喋っちゃいけないんだ。今回はたくさんのご応募いただいたのよね。はい、そうなんです。皆さん本当にありがとうございます。ありがとうございます。豚じゃないわよ、豚じゃないんだから。ほら、選んでください。なんですか、そういうことを言う。早く選んでください。名前の後にね、ブーってつけるとね、ちょっと意味合いが違ってくるので、ね、皆さんもやめておきましょう。皆さん本当にということで、じゃあこれかな。これ、はい、これ、はい、これだね。はい、ということで、神楽の札のコーナー来ました。神楽が引ける札は1枚だけ。はい、そして毎回選ばれた単語を使って、年末か年始に、あの、札物語を制作します。はい、札物語、楽しみです。ということで、今回、神楽が選んだ単語は、じゃじゃん。ですか。おお、何何何何何だ。単語というよりは文章的な。文章。いっぱい喋れる。いきます。おお、ファンの皆さんが恋人です。ファンの皆さんが恋人です。神楽が言うとちょっと何なのって言ったから、なんかちょうだいとか、なんかちょうだいとかね、見返り求めてきそうだけど。おばあちゃんも、ファンの皆さんが恋人です。この手を出しているの分かりますか？はい。ここに何を見せるか分かりますか？じゃあ後で、あとで。恋人だから。見返りを求めるなんてね。ねえ、ダメだよ、ね。本当よ。何考えてたんだ。そうなんだ。なんか雪岸読んでるやつに、なんかこう、なんかもらえる。どういうこと？何言ってるの？さっきの。もにょ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 。はい、というわけで、はい、神楽の単語は。あ、こちら、はい。無声無形さんからいただいた。無声無形さんから、ありがとうございます。お久しぶりです。ありがとうございます。久々に、神楽が弾きました。あ、よかった。おめでとうございます。おめでとうございます。いつもより長いよ。ありがとう。嬉しいね。嬉しいね。はい、じゃあもうこれね、ずっとこれだよ。はい、皆さんが恋人です。はい、はい、ということで、無事に決まりましたかね。はい、決まりましたね。はい、ということで、ここでいただいた文をご紹介したいと思います。はい、お願いします。はい、ラジオネーム無声無形さんからいただきました。はい、ありがとうございます。お久しぶりでございます。ありがとうございます。綾菜氏の皆様、そして松田さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。はい、の皆さん、さらに、お、
あれだね。木蓮さん、松田さん、パニャニャンだ。パニャニャンだ。パニャニャンじゃない。はい。言ってなかった。いつも楽しく聞かせていただいております。はい。こちらからお手紙ですね。ドリパフォのメンバーは皆さん仲がとても良いですが、はい、あまり別ユニットのここがおすすめ等を聞いたことがない気がします。なるほど。少しずつでも良いので、皆さん、あやなしの皆さんから見た別ユニットの話を教えてもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。うん、これからも楽しく聞かせていただきます。皆様もお疲れの出ませんようにとのことです。ありがとうございます。はい、無声無形さんどうもありがとう。あら、あのパニャニャンダーってあれよね。そうだね、うん、あの前回もちょっとちらほら出てきたけれども、うんうん、あのラオス語で頑張ってって意味ですね、これは。ラオス語、はい、パニャニャンダー、ありがとうございます。ファンの皆さんが恋人です。はい、うん、ということで、ね、お便りもいただいたことなのでお答えしたいと思います。はい、うん、ファン、ファンの、うん、皆さん、マガ、恋人です。なるほど、なるほど。ファンの皆様が恋人です。あ、なるほど、なるほど。ファンの皆様が恋人です。ファンには負けないって言ってるわ。外人風だったのよ、ね。ファンの皆様が恋人です。なるほど。五大名には負けないってずっと言ってます。ファンの皆様まあ確かに本当にそう思ってそうだけどね。まあ、カグラはね、またね、時間が余ったら言ってもらいましょう。そうしましょう。皆様が恋人です。他のユニットのおすすめよね。そういうことですね。特徴とかよりあれだね、あの、僕たちだから知ってるみんなのこととかね、あの、紹介できたらいいかもね。なるほど、なるほど。それはいいわね。例えばそうだね。あ、ほら、まあ、知ってる人は知ってるけどね、うん、あの、知らない人はあれかなと思うんだけど、はい、コズミックドールのミナちゃんは絵が上手とかね。うんうん、あ、そうね、そうね。そうそうそう、上手よね。可愛い絵を描くよね。そうなのよ。そのね、あの、同じユニットのね、カナはね、お裁縫が得意なんだよね。あ、確かに。うんうん、そう、結構衣装ね、チクチク。そうそう、縫ったりとかね。縫ったりとかしてるみたいだもんね。うんうんうん。確かに。あとは、そうね。あ、なんか全然あの、パフォーマンスとか全く関係ないんだけどさ、あの、五大明王の雷元様とか、料理が実は得意っていう。あはい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 。バイビーなんかお好きお好きなのかしらね。そうらしいね。はい。私もそんな感じがあるわ、ね。まあでも、いつ披露していただけるかはちょっとあれだけど。そうね、そうね。ファンの皆様が恋人です、うんうんうん。そういえば、その、五代目王といえば、あの、クラマのね、兄貴も、なんかあの、手先があれば器用なのかしらね。すごい器用だね。いろんなものを作ってね。そうそう。あの、ほら、五代目王のグッズとか、そう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 、結構クラマの兄貴の一点物が多かったりするんですよ、ね。ファンの皆様なかなか貴重。貴重、貴重。貴重貴重貴重、僕も欲しくなるな。ねえ、かっこいいもんね。あとは、あ、そうそう、ミニミニガングの、うん、あの3人、あの、皆様、私服って言っていいのかしらね、あれはね。あの、皆さんいつも衣装の姿を見ていらっしゃると思うんだけど、そうだよね、うん、3人のいつもの服装がね、それぞれあの違った方向でおしゃれだったりするんだよね。確かに、うん、個性的だよね、みんなね。そうそうそう、可愛いってね、似合ってるけど ね確かに、三者三様で、そうそうそう、可愛いかも。ねえ、まあ、こんな。あとさ、うん、あの、僕、思うんだけどさ、うん、何何、チーム宴の白金がさ、うん、はい、最近とっても滑舌が良くなったと思うんだよ、ね、それは木蓮ならでは の, あの着眼点と言いましょうか。だいぶ MC とかあのラジオとか聞きやすくなってきた、うん、聞きやすくなってきたね。そうそうそう、私見習わなきゃだな。なるほど、まあ、こんな感じかしらね。そうだね、はい、うん、無声無形さんいかがかしら。また何かね、質問があったら送ってください、ね、はい、よろしくお願いします。それでは続きましてこちらのコーナーです。はい、松田一家のおすすめ亀戸スイーツ。松田一家のおすすめ亀戸スイーツ。合わせにくい。はい。このコーナーは毎回松田さんからお題が出されるのだけれど、それについて喋るというコーナーになってるわ。はい。今回も亀戸スイーツ編よ。はい。私たちがよりすぐりの亀戸スイーツを紹介していくわ。よろしくお願いします。皆さんが見たいです。私たちがおすすめするスイーツはこちらよ。和菓子屋山町さんのお団子でーす。はーい。いや、和菓子といったらね、和菓子の代名詞お団子ですね、うん、はい、僕も大好き、私も大好き、皆さんが恋みたいですね。はい、神楽もね、はい、亀戸天神、ね、天神商店街と亀戸勝運商店街の重なるところにあるお店です。あの、手軽にね、美味しい和菓子や軽食がいただける下町の和菓子屋さんなのよ、うん、あの、店先でね、和菓子も販売しているんだけど、店内にて甘味はもちろん、あの、ラーメンやカレーなどのお食事ができるのよね。そうなんだよね。こちらのね、お店は立て直ししてますが、なんと大正時代から続いているそうで。いや、すごい。
90年前後の歴史があるそうなのよ。老舗本当よ。豆餅と豆大福が看板商品ってあるんだけれども、今回おすすめスイーツとして紹介したいのはお団子になります。はい、あのもち米にねこだわりがあるので、お餅がまあ柔らかくてきめ細かくて、とっても美味しいのよ。そうなんだよね。あのみたらし団子が本当絶品なのよね。みたらしのね、あの焼き団子っていう商品なんだけどね、本当に美味しくてね。僕はね、あのね、ずんだのお団子の富士見団子がね、うん、すごい好きなんだ。あら、神楽は何々？あの皆様が、神人です。草団子にこしあんの甘団子が好きなのね、神楽。どれも美味しいよね。またちょっと食べに行きましょう。行こう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 。というわけで、あれなんだよ、亀戸天神や香取神社にご参拝の折には、ぜひとも立ち寄っていただきたいよね。うんうん、はい、ということで、おすすめは和菓子屋山町さんのお団子でした。以上、お題のコーナーでした。はい、ありがとうございます。さて、次は僕のコーナーです。はい。木蓮の宿題。はい、待ってました。はい、なるほど。パチ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 。このコーナーは宿題形式で問題を作ってみんなで答えるコーナーです。うんうん、はい。誰と誰がどこでどうしたという文章をもとに問題部分と答え部分を毎回くじ引きで決定していきます、うん、ちなみに皆様からいただいた答えは毎回次の問題の答えにと繰り越されていきます、はい、思わぬところで思わぬ回答になるからね、うんうん、ということで前回の問題は何だったでしょうか。雪景さん、はい、杉原ゆきちゃんとチーム宴が おや波打ち際でファンの皆さんが恋人です。え、どういうこと。ちょっとなんでそんな決めてきたの。かっこよく決めてきたのということでね、まあ、どんなことが繰り広げられたのかということで、今回も松田さんに聞いていただきました。はい、杉原ゆきちゃんの運命やいかにということで、チーム宴と何してるの、チーム宴の運命ドキドキ、うん、はい、ということで杉原ゆきちゃんとチーム宴が波打ち際でーす。え、なになに、倒産した。倒産した。何が松田さん。何が松田さん。何が倒産してしまいました。何かしら、不問です。この3人で何かしらをしようとしたけど、ダメだ波打ち際で解散だってなったのかな、ね、なっちゃったんだね。すごい。解散宣言を波打ち際でした。かっこいいよ。うん、まあね。あのね、これね、あのね、バイ・モクレンって書いてある。あれバイ・モクレン。モクレン、どういうこと。ちょっと杉原ゆきちゃん。ちょっとゲストで呼んでるんで、さっきあのドア開いてるから入ってきてくれ、いらっしゃい、ゆきちゃん、どうも、どうも、こんにちは、杉原ゆきです。よろしくお願いします。いらっしゃいませ。すごい、たまたま通りかかって、たまたま通りかかって ね、はい、偶然来ました。というわけで、モクレンの宿題でこんな答えが、まさかですね。はい、何があったんでしょうね。何があったんですかね。はい、何しようとしてたのかな。その前がほら、あの踊ったんだよね。だからじゃない、新保ひろいちゃんが踊ってそこにいたんじゃないかみたいな話になってたよね。あ、そうね、波打ち際の前回の時、そうでしたね、そうでしたね。だからそれ近くにみんないるかもしれない、うんうん、みんな海で何してんのって、何してんのっていうね、うん、まあなんかチーム宴には悪いことをしたなって。あ、そうか、そういうこと。そういうこと。相談しに来たのかもしれない。ちょっと、ゆきちゃんが悪いのかもしれない。そうだね、あの、じゃあちょっと、うん、次の時のあの雪景色の部屋にちょっと、うん、あの、うん、あ、そうだ、相談してもらおう。相談、相談しようかしらって今ちょっと思いました。そうね、そうね、はい、倒産しちゃったよね。どういうことなんでしょうね。なんかうまくできなかったんですね。そうね、そうね、きっとなんか合わなかったのかもしれない。ちょっと馬が合わなかった、うん、そうだね。じゃあ海に流そう。そう、海に流して、海に流して、海に流して、あの、忘れましょう。忘れなかったことになりました。なかったことで、はい、なかったことになりました。だけよかったよ。なかったことにされてるけど、なかったからね。じゃあ杉原ゆきちゃんもどうもありがとうございました。ありがとうございました。お邪魔しました。また来てね。また来てね。木蓮、起きて。木蓮、急に寝てどうしたのかしら。僕寝てたね。なんか今ね、杉原ゆきちゃん来てたのよ。そうそう、もったいなかったね。ガクって落ちちゃったから、どうしちゃったのかと思ったわ。頑張ってたから、ほら、ラジオの時いつも頑張って起きてるからね。そうね。来ちゃったわね。ありがとう、ありがとう。はい、ということで、あれだね、はい、あの、僕の知らない間にもう解決してたっていうことで、そうそうそう、次の問題はね。はい。そう、海に流したから大丈夫。大丈夫。ありがとうございます。じゃあ、誰、動画、はい、よろしくお願いします。はい。あ、神楽とだって。はい。神楽はすごいいっぱい出てくるね。なんでさ、ちょっと、なんかその、お心か、みたいな。じゃあ次、あの、誰とね、一緒だったのか。私はね、かわいそうね。かわいそうね。なんでよ。どういうこと？誰？ラガーマンって出てきたよ。ラガーマン。そんじゃ、すごい。時の方々かしら。あの、なんとか丸っていう方かしら。場所どこだろう。場所どこだろう。場所はね、どこかな。
え、浜松町。またすごいところ。浜松ながり。浜ちょっとつながりが多いね。ね、そういうことで、ね、はい、気になるな。はい、その答えを皆様募集していますので、よろしくお願いします。はい、お願いします。以上、木蓮の宿題のコーナーでした。はい、今回のラジオいかがでしたでしょうか。各コーナーへのふみや感想のふみを募集しています。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。出演情報などは、詳しくはNFCのホームページを見てね。はい、よろしくお願いします。はい、でお知らせです。はい、アメイシンク先生のヴィラネス神殿歓迎御前試合の単行本3回が発売されました。おめでとうございます。あやなしのことも載ってるので、ぜひ見てみてください。はい、はい、来週の司会は五代目王です。それじゃあ流れる輪廻でお会いしましょう。あやなしでした。